どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。マルチプレイレインボーシックス知事やっていきたいと思います。カジュアル、前回が爆弾ルール爆弾でしたね。で、あとは人質とあと拠点があるんですよ、間違ってなければおお、途中の部屋か、ラウンド1、途中の部屋だね。ロード中、タチャンカがいるぞ。で、バンディット、ドク、左のタチャンカは、見ての通りね、固定機関銃を使うことができてね、防衛するときにはすごい、これが壁ごと撃ち抜くみたいな。で、バンディットがですね、そう、ビリビリする有刺鉄線を置くことができて、敵にダメージを与えたりドローンを破壊することができる。で、毒は味方を、人質を守る、部屋の守りを固めろ。お、サポートモード、あ、サポートモードか、私はいないことになってる。では早速スポットできる相手がいたらスポットしようかな。いないな。まあ、まだこう始まってないからいないんですけどね。基本まずは外カメラでどこから来るかを味方にサポートしてあげて、あと15秒。ドローンがね、あ、ドローンがいるね。で、怖いな、これ、ドローンとか見てると、急に幽霊とかお化けが映ったらすごいびっくりするよね。アニジャガプレイした、デブレイっていうゲームみたいになりそう。すげえ、ドローンがいっぱい動いてる。人質は発見されなかった。さあ、どこから来る？こっちだ。左側にいる、いた、スポット。みんなこっちから来るぞ。人質バレたな。あ、破壊される。入ってきてるね、奥側から。あ、来てる来てる来てる、みんな気をつけて。あ、でも素晴らしいですね、この4人の味方は防衛地点でちゃんと守っていると。さあ、ぼちぼち中に入ってくるでしょう。来るな、ここから来た。入ってきてるよ。見られてるのが分かってるという。ここにもいるな、下に降りてった。はい、あー、ほとんどカメラ壊されたね。地下に降りてきてるね。さあ、味方の視点を見ていきましょう。すげえ、完全に守ってるけどさ、相手にフューズがいるから下手するとドカンとやられてしまうんじゃないかなっていう心配があるけど、大丈夫かな。お、どこだ、完全防御だね、これ防衛。すんごい、ショックワイヤーだらけだ。これはすごい、もう完璧っちゃ完璧だけど、敵の反応はない。カメラはもうほとんど壊されてる。お、タチャンカをセットして、敵がどん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 近づいてきてるな。我々は人質を守らなきゃいけないから。あー、下のカメラも破壊された。いやー、上大丈夫かな、上からブリッジングされない、それ。あ、来てる、撃った方がいいよ。壁にブリーチングをつけられた気がする。さあ、来るぞ。おお、フラッシュが入ってきた、見えない、タチャンカで見てる、素晴らしい。リロードする、カバーしてくれ。一人倒したが、さあ次はどっちから来る。あーっと、味方がやられた、敵をダウンさせて、はい、2対3。右側が破壊されたの、タチャンカが撃つ、毒がやられた、1対3。これはフラッシュ投げ込まれると大変なんじゃない。あー、やられたか、惜しい。味方が排除された、ミッション失敗。いやー、素晴らしい連携プレーをしてきましたな、向こうは。さあ、攻撃側だ、何で行こうかな、フューズかな。
で、景気感じを持っていくこともできるんだけど、ここは AK で行こうか。あとはなんだろうな、これぐらいでいいか。さあ、この AK の威力が高いからね。さーてと、人質防衛、人質を奪うとなると、まずはまあどこにいるかを探して、そこからどうやっていくかだな。フューズの攻撃は人質を殺してしまう可能性があるから、うん、あんまりフューズは相性が良くなかったな。さあどこだろう、地下かな。下へ降ります。姿が見当たらないな。下じゃないな、上のどこかにいるはず。声が聞こえるね、ちょっと向こう側に。突入まで10秒。いや、お、上5秒後に突入。やばい、いた。確認、確認。人質が見つかった。人質を見つけた。あ、破壊された。くっ。さあカメラを破壊して、オッケー。上にいるのは分かった。あそこだろう。どうやって行こうかな。よし、下手するとね、敵が出てくる可能性があるから、ここ登って大丈夫かな。気をつけながら、向こう側でしょ。まずここにポンポン撃っちゃおうか。はい、敵の木をこちらに。フラッシュを投げ込む。ほっ。で、びっくりさせておいて、人質そこなら大丈夫かな。フューズを打ち込みたい。ほっ、いくぜ。よし、一人負傷させたが、味方がダウンした。まだいるね。オッケー、ダウン。あと二人、多分向こう側にいる。ナイスキル。あと一人。人質を確保、脱出しろ。さあ脱出しよう。ナイスキル。いや、惜しかった。こちらの勝利だ。向こうから来てたの、味方が見ててくれたからキル。いやー、いいですな。人質を殺されるとそれはそれで面倒だからな。まあでも相手の負けになってしまうんですからね。どちらも人質を故意的に殺してはならないと。さあ何で行こうかな。じゃあミュートで行こう。ミュートで敵の、来るドローンを阻止する。で、おすすめなのはミュート、まあその場に設置をするんですけど、ドアとかの付近だとバリケードを作るとね、ミュートそれを超えて進むことができない、ジャンプで回避することができるんですけどね、それができなくなるから。あ、味方一人いないな。でもなんとかなるでしょう。さあ行くぞ。部屋の守りを固めろ。人質の安全を確保しろ。あとこっち、バリケードを張って、オッケー。で、こっちも張る。よし、これでもう中には入れないやつだ。仕掛けておいて、あと10秒曲がり角に仕掛ける。残り5秒。いたね。破壊して。人質の場所はまだ安全だ。さあ来るぞ。カメラを見て。ああ、もう早速破壊されてるな。どこから来る。
ナイス、トラップを仕掛けてるね。場所はバレているのか？いろいろと破壊されてるな。行った行った、向こうか。さあ来るのをお待ちしようではないか。ちゃんと破壊してるね。破壊されている。さあどこから来るかな。ナイスキル、たちゃんかで来てる。壁抜き、さあ向こうから投げてきてたんだよな。で、敵は敵でね、制限時間内に来ないと。さあ私はここにいるぞ。そこのカメラ見れないかな。もうないか。暗い。あ、破壊された。撃ってるね。味方は大丈夫そうだ。味方のハッピーさんが発砲したらみたいな。ナイスキル、よし、まだいる。ナイスキル、2人ともやっちゃった。素晴らしいね。他はどこだ。痛い、あれは痛い攻撃だ。オッケー、ダウン。うわー、横から来た、素晴らしい。スレッジで壁を破壊して横から攻撃してきた。いいセンス。グイ。あー、もう一人の味方やられちゃったが、2対1だが、もう1分切ってる。敵は攻めに来なきゃいけないけど、守りは固めてある、素晴らしい。他はもうここから上がってくるか、外の壁から来るかの2択だからね。ただ下で私と彼が今交戦してたから、人質そこにいるんじゃないかななんて思ってるんじゃないかな。30秒切ったぞ。来る、上に上がってくるかい。あとは下のカメラか。残り15秒。ナイスキル。はあ、ラウンド3勝利で、いいね。あぶな。さあラウンド4、これで勝てば我々の勝利だ。何でいこうかな。ここがブリッツ、ね、俺ブリッツにくっつけてたかな。レーザーサイトないとさすがにね。前回ちょっとうまく Twitch の良さを出せなかったので、今回 Twitch でショックドローンを使っていこう。敵のね、トラップをうまく破壊できればいいんだけどね。さあ行くぞ。味方も増えたからな。人質を見つけろ。あー、どこにいるかな。地下っぽい気がするんだよな。基本ランダムですからね。いや、今なんかちょっと聞こえたな。下っぽくない？上頼んだ。俺下行く。向こうも下から行って。あ、素晴らしい。上だ。上にいたか。あとは敵が何を使ってるかを、敵を見ることでね、分かるようになるから。どこだ？いたいた。はい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 。はい、よっ。
下に逃げろ。人質を死人。さあもう一度ドローンで、あと一人ドク、よしルーク、ドクでガスがいて、あとタチャンカがいるな。タチャンカが仕掛けてたら場所が分かると。仕掛けてないか。オッケー。じゃああとはショックドローンうまく出して、あれどこにあるんだっけ、これか。あれ向こう側からスポットされた。ショックドローン、あ、普通のドローンだこれ。間違えちゃうんだよな。カメラは破壊できないか。でね、ショックドローンさすがにジャンプすることできないんでね。なんだあれ、破壊、よし破壊した。気をつけろ、人質が負傷した。さあ敵をちょこちょこ撃っといて、ナイス味方、ここだよ。よし、キルは取っといた。ごめんね、これも倒しちゃうよ。ナイス、人質を誰か復活させて。あ、まだいる。敵は残り1人。ナイスキル。あー、人質が死んでしまった。あー惜しかった。負傷させてしまって死んだから、向こうの名で延長マッチです。防衛、うー緊張するな。勝てるかな。取れていこうかな。トラップを仕掛けるのもいいんだが、キャッスルで守りを固めるか、ドクかルークでいこう。みんな防弾チョッキをと思ったけど、タチャンカ先生もいるんだよな。キャッスルがいてくれればだいぶイエーガーするか、フラグうまいしてるか。今回イエーガーでいきましょう。さあ行くぞみんな。ミュートは頼んだ。でこれ勝った方が勝利。人質の安全を確保する。部屋の守りを固めろ。さてとくっつけて、 ADS をセットした。準備完了だ。はい、くっつけて弾を起動。 ADS をセットする。あと可能性はここか。もう人質発見された。あとは来るだけだね。あれ、うまく割れないな。来た、ここか。よし、発見されている。こうかな。これはやばいね。来るでしょ、一気に。さあ来るぞ。ドアをバリケードで塞いでる。まあまあは自信ない。建設現場方面から来てるか。あっち、いた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 。で破壊された。向こうから来るぞ。いや待てよ、ここはうまく使いたい。バリケードはいらないか。邪魔をセット中。どっから来るかな。敵をスキャン。あー壁の向こうのもう壁まで来てる。そこに来てるな。フラグ、うわうまい。いやー壁越しだったから吹っ飛んだな。フラグでほい隠れたけど、あ壁越し。すごいうまい、フラグの使い方が。スポットはできないな、こっからは。味方頑張って。ごめんね。あータチャンカが死にそう。まだ生きてる。タチャンカがだいぶダメージを食らってるな。どこから来るかだよ。あーあ生きてる。人質が撃たれた。あ、人質が死んでしまった。ああ
多分敵だと思って撃っちゃったんだね。これはちょっと残念な終わり方ですがね、こういうのを気をつけないと下手すると負けてしまうと人質戦では。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよかったら見に来てください。ほんじゃまたな。